ビーチでシュウ君とデート。邪魔すると許さないから。シュウ君、私やったよ。はい、皆さんどうも、テントモです。エンゲージキルの実況をやっていきたいと思います。というわけで、昨日ついに来ました水着キサラちゃんってことで、ついにというか早かったんですけども、もっと遅くに来ても僕は良かったんですが、めちゃめちゃ嬉しい。もうこの水着キサラちゃん、僕的にドンピシャなので、はい、狙っていきたいと思います。ただ早く来すぎたこともあって、オルゴニウムが全然足りません。11000、30連チャレンジで神引きでなんとか射抜きたいと思います。でもし取れなくても、また再チャレンジ、またガシャが終了するまでには20連分ぐらい貯まるんじゃないかなって思っているので、はい、課金ね、課金もちょっと辞さない感じのキサラちゃんですが、まだ無課金で、なるべく無課金でやりたいと思っているので、はい。で、ウィズシュウ君ですね。シュウ君完全におまけですけど。もう水着キサラちゃん取れたらもうね、今後の限定ガチャのキャラクター取れなくても、当分取れなくてもいいのでお願いします。この前ね、水着ガチャ、これね、引きまして、あ、優勝じゃなくて、これね。まあ、これはアシストの真意が、2回来てくれて、ただバトルキャラクターのこのね、アレクサとか、あとシャロン欲しかった方は来なかったっていう、はい。というわけで、水着キサラちゃんください、お願いします。はい、では行きましょう。30連チャレンジ、あとチケットがあるからチケットでちょろっと。いやー、可愛いですね。もう水着キサラちゃん最高。ということで、通常スキルに、通常攻撃にトリガーがついていて、敵単体は変わらず、支援力ダウン 15% にターン付与するデバフですね。うん、まあ悪くない。まあ、そんなに、使うところがあるかなどうかなって感じですけど、必殺もデバフ、敵単体に威力 108%、 煩悩の数ですね、 108% の攻撃を4回行い、配属性耐性ダウン 27.2% にターン付与する。自身のパーティーに SP 回復 43.7% を行う。 SP 回復いいんじゃない？パーティーに SP 回復、これがなかなか欲しいところですね。配属性耐性ダウンは、味方が、味方キャラが配属性が多ければ多いほどって感じなので、ここは汎用性はね、低い感じですけど、これも悪くない。必殺はいい感じです。とにかくデバフ。デバフキサラちゃん、でもパーティー SP 回復いいですね。はい、そしてシュウ君、おまけのシュウ君もデバフ。敵全体に威力 108% の攻撃を行い、支援力ダウン 34.8% にターン付与する。キサラちゃんのトリガーの、通常トリガーの敵全体バージョンでパーセンテージも高い感じですね。支援力ダウン、僕的にはそんなって感じに見えるんですけど、バフとかの、バフの上がり具合が減ったりするんですよね。あとは回復量が下がって、全てにおいて役には立つのか。ということで、はい。シュウ君は来なくて大丈夫。来てほしいけど、キサラちゃん一択です。はい、では提供割合、星 35% バトル 2% アシスト 3% キラキラサマーデートキサラ 0.8%。 バトル1体ということで、アレクサ、シャロンが何パーセントでしたっけ。キサラちゃんより低かったような、その点はバトルキャラ1体はいいですね。そしてシュウ君も同じく 0.8% ということで、ちょっと待ってよ、確認させてください。
あ、同じか。0.8% なんだ。じゃあ、きついですね。1.6% が当たらなかったってことだもんね。0.8% か。で、ちょっと前にね、プリコネのガチャを引きまして、あれが 0.7% で天井行ったんですよ。そう、200連回しちゃって出なくて。出るときはポロッと出るんだけど、出ないとき本当に 1% 以下って出ないですからね。0.7% がつい最近出なかった男がさあ 0.8% 引けるのかっていう。はい。7月のガチャ運はちょっとね、ピックアップ運が非常によろしくない。うん。他のね、すり抜け的には全然来るんですけど、うん、どのゲームもね。そう、ピックアップがね、来ないので、キサラちゃん、厳しいか、いや、行きましょう。では、お願いします。キサラちゃん、水着キサラちゃん、来てくれないか。はい。では、しかも、このキサラちゃんさ、イベントボーナス対象になってるんですよね、今日終わる。これはどうなのかなって思ったんですけど、もうボーナス対象ではないと思ってボスチケット使っていたので、ちょっともったいないことしたなって。事前に予告はあったんですかね、キサラちゃんボーナス対象で後で実装されますよって。そこやってほしかったですね。やってたらすいません。なんかやってなさそうに思えたんで。で、このキサラちゃんは次のイベントのボーナス対象にはなってるみたいですね。まあ、それは当然かと思っておりました。はい。ということで。はい、行きます。まあ、とにもかくにもね、取れなければ意味がないので、引けなければ何も意味がないので。はい。10連、一発。とりあえず10連、一発。行きます。狙い撃つぜ!志保さん、こけろ!これ何度も見たセリフなんだよね。この前入社希望の方が集まりましたよって。まあ星さん出たこともあったけど、なかなか厳しいんじゃない。あー最低保証くっそ。ダメだ。いやー引ける気がしない。ピックアップが引ける気がしない。うわー、もう20連しかできない。つらい。ツラタンイブラヒモビッチ、さあどうする。どうしても欲しい、キサラちゃんは。使うか。4枚いきましょうか。とりあえず4枚、8枚、とりあえず4枚、上4枚使いましょう。一気に4枚は怖いね。一気に4枚は怖いので、単発心。エンゲージキルは意外と単発心できるので、はい。ではお願いいたします。単発1連目 0.8% 狙い撃つぜ。あ、どうもです。まあここでね、出なくても調整して10連で出たらいいんですよ。はい。ではもう一回戻って、あ、今度こっちのプラチナスカウト使うか。はい。では2連目、狙い撃つぜ。 0.8%。 あ、どうもです。くー。まあでも僕、バレンタインのキサラちゃんは単発心で当てましたからね。単発1連目で。ちょっと単発やるかってやって。そう。キサラちゃんと単発は相性がいい。ので、信じよう。3連目。狙い撃つぜ!お!お、新しい社員が増えそうですね。星2?持ってないのいる?星3でしょう。お、やった!やった!黒いタン!黒いタン頼む!
キサラタンを、キサラタンを頼む、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 単発シーン。なんで焼きそばでこんな誤解が。くっそ、くっそ、こっちか。まあまあ、キサラちゃん映ってるけどね、左に映ってるキサラちゃん可愛いですけど、シュウくんの方が来てしもうた。単発シーン。くっそー。いやー、まあまあ、シュウくんもイベントボーナスか。あー、ありがとうございます。夏の浜辺で望むもの、尾形シュウ。くそー、片方来てしもうた。でも単発シーンやっぱりありますね。エンゲージキルは、エンキル単発シーンすごいです。はい、もう出ないか、じゃあ。いやー、落胆が結構あるな。嬉しいけどね、星さん来たから嬉しいんだけど、キサラちゃんもいるから嬉しいんですが、クソクソじゃないんだよね、単発シーンなんだよ。あー、片方が来てしまったか。先にキサラちゃんが来て欲しかったな。続けていきましょう。しかし 0.8% 射抜けましたね、片方でしたが。こっち使うか、もう全部使うか。単発、今日単発引けると信じて、では行きます。4連目狙い撃つぜ。あ、まだった。狙い撃つぜ。まあ、そう簡単にね、もう一回出たら当分出ないかな。うん、もう一回ぐらい引いとくか。はい、 5連引いていきます。狙い撃つぜ。入社希望だともう来ないですね。はい、いや、でも単発シーンすごかったな、惜しかったな。はい、もはやオルゴニウムも単発で引いた方が、あ、でもチケット使い切らないと引けないのか。はい、まあいいや、10連いきましょう。単発は今日は終わったということで、10連でキサラちゃんね、キサラちゃんは10連で来る。いきます、20連目。あー、お願い、マジで欲しい。一番エンゲージキルが始まって一番欲しいキャラクターです。今年一番欲しいかもしれない。はい、いきます、狙い撃つぜ。入社希望、入社希望はさすがに無理だよね。はい、なんか来て、あー、はい、だよね。あ、星には結構来たけど、うわ、厳しい厳しい。もうオルゴニウムがない。そう、こっちにキサラちゃん混ぜておいて欲しかったな。うん、最初から出して欲しかったな。まあ、引けなかったんですけどね。はい、単発いきましょう。6連目、単発6連目狙い撃つぜ。2連続ではないけど2回、1日2回単発シーン、大体単発シーンは1日1回なんですよね。あ、戻って、はい、はい、では7連目ラッキーセブンキサラ、狙い撃つぜ。入社希望、うー、お、星2か。あー、キサラちゃん来た。違う。いや、このキサラちゃんも本当に出ない。この前の動画でも話しましたけど、初めてこの前当たったんじゃないっていうぐらい出てきません。はい、これで2回目ですね。
ようやくとつれる。あ、まだか。ありがとうございます。キサラちゃん来たけど違うんだよ。いやでも連続で行こう。はい、チケットラストいきます。頼む、星さん、キサラ、狙い撃つぜ、狙い撃つぜ。8連目、入社希望、入社希望からの昇格、演出。おお、連続星に。真意悪くねえな、悪くねえな。これ続けていくべきだ。どうせね、10連はもうあと1回しか引けないので、単発あと2回引きましょうか。単発9、10と。ではいきます、狙い撃つぜ。連続、連続星2以上。入社希望からの、からの、あーダメか、ダメか。さあラスト頼む。ちゃんと丁寧に毎回戻って、引けなかったら毎回戻って調整してるんですが、いきます。はあ、狙い撃つぜ。そう、やっぱり単発はもう今日は終わりか。一回出てしもうたから、しもうたからね。クロエタン、あーダメだ、もうダメだ、ダメだ、もう10連、10連にかけるしかない。ラスト10連お願いします。キサラちゃん頼む、頼む。他にもう術はない。見とくか、見とくか、見とくか、触っとくか、触っとくか。あー強くなったまずい、交換できないけど見とくか、触っとくか。よし、どんだけキサラちゃん欲しいんだって感じですね。いや本当に一番欲しいです。うん、はい、では行きましょう。悪魔の浜辺ようこそスカウト後半ラスト10連、とりあえずラスト10連、7月25日までありますが、はい、狙い撃つぜ。あー入社希望だ。ここで新しい社員、新しい社員が良かった。さあダメか、ダメなのか。一応見ていくか、一応見ていくか。ラウラ、おじさん、お、うん、惜しい。クララ、もう一つ、もう一声しね、欲しかったですね、シーン。そして、あー、おー、クララ、お、さらに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 、いかないか、リンリン。あーあーで終わった。名前はかっこいいんだよね、あの人、ロブスカイランナー。ああダメか、最後、最後星2から昇格してくれないか、はしてくれないか。あー10連ダメでした。ということで、ということで、はい、はい、単発は今日もう一回やったから日を改めた方がいいと思うので一旦撤退します。はい、撤退します。まあ柊くんイベントボーナスあるので、まあ一応嬉しい一応。はい、キサラちゃんも映ってるしね。うん、またまた後日後半戦のガッチャ動画出します。20連、30連回せたらいいな。もう次のガチャのことも考えずに、もうたまったら30連貯めたらもう一回突貫します。はい、どうしても欲しい、キサラ編成、水着キサラを加えたいってことで、はい、
まあ悪くない引きでしたが30連で、あ、40連、30連か、ん ?40 連 ?30 連ね、悪くない、ん ?40 連 ?30?40? あ、単発で、そうか、単発10連分回せたのか。はいはい、いやー欲しかったなー。まあまだチャンスはある、まだチャンスはある。水木すらちゃん、エンゲージキルで一番待ってたキャラクターですね。うん、はい、ということで終わります。またリベンジやりたいと思います。はい、では今回はこれで以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、キサラちゃん。